世界で一番大事な人がいなくなっても日々は続いてく。思いが狭くなるその今で、何をして何を見て息をしていよう。ひらひら輝くこの雪も季節も、せめてあなたがそばにいれば、今ではただ冷たくて邪魔くさいだけ。寒いねって言ったら、寒いねって答える。あれは幸せだったのね。例えばあなたといた日々を、記憶のすべてを消し去ることができたとして、もうそれは私ではないと思う。幸せ一つを分け合っていたのだから、私の半分はあなたで、そしてあなたの半分